クソンが提案する環境負荷低減。こちらのステージではインクジェットプリンターとエコロジーについてまずはご紹介してまいります。さて皆さんはプリンターにはいくつかの方式があるのはご存知でしょうか。プリンターには主に2つの方式があります。粉状のトナーを使用するページプリンターとインクを使用するインクジェットプリンターです。インクジェットプリンターのリーディングカンパニーであるエプソンはこれまで家庭からオフィス、商業、さらには産業プリントまで様々なインクジェットプリンターをお客様にお届けし、環境負荷の低減に貢献してまいりました。インクジェットプリントと環境負荷低減、いわゆるエコロジーにはどのように関係しているのでしょうか。詳しくご紹介いたします。一つ目が省エネルギーです。省エネの秘密はその印刷方式。インクジェットプリンターはインクを紙に塗出するだけのシンプルな方式を採用しています。トナーを加熱して定着させるページプリンターと比べ、印字プロセスに熱を使わないため圧倒的に消費電力を抑えることができます。例えば A3 ページ複合機からビジネスインクジェットプリンターへの置き換えで消費電力をおよそ 88% も低減することが可能です。そして2つ目が省資源です。インクジェットプリンターが印字に使う液体のインクは粉状のトナーに比べて高密度、そのため少ないスペースでの大容量化が可能です。この特徴を最大限に生かしたのがエプソンのスマートチャージ対応プリンターです。新開発の大容量インクパックでなんと A4 約7万5000枚の印刷が可能。ページプリンターと比べても消耗品の交換回数が減り、廃棄物の極小化を実現いたしました。エプソンのインクジェットプリンターはこれらの省エネと省資源により CO2 排出と環境負荷の低減に寄与することができます。その CO2 の削減量はページプリンターと比べると約 98%、 サッカーボール11万7590個分にもなるんです。このプリンターを採用した導入コストゼロの新プリントサービス、エプソンのスマートチャージ、すでに日本のオフィスに広がっており環境負荷の低減に貢献しています。そしてこのインクの大容量化はオフィスだけではありません。ご家庭や双方で活躍しているこちらのエコタンク搭載モデルです。ボトル補充方式の大容量のインクタンクを採用し、インクジェットカートリッジプリンターで49本必要だった印刷がこちらのエコタンク搭載モデルならなんと合計4本で済んでしまいます。この省資源設計により CO2 の排出量を約 93% も削減することが可能です。プリンターのメディアとなる紙の普遍的な価値はそのいつまでも変わらないコミュニケーションのシンプルさにあります。エプソンは紙への印刷とインクジェットプリンティングにより環境やコスト面で心から安心して使っていただけるため様々な製品をお届けしてまいりました。エプソンはこれからも世の中になかった新しい価値を提供し、それを普及させ文化を作り上げてまいります。ご紹介させていただきましたエプソンのスマートチャージ